ったー、見える見えるぞー、ありがとうとびとびぴょんたくん。これはまさしく、ん、新発見だイエイ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 、ん、お待ちしてましたよ。さあ見てください、このパルビオの世紀の新発見も、うほほ、増殖する魔獣どころの騒ぎじゃありません。見てください、あの浮遊都市、これは素晴らしい新発見ですよ。イエイ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 、私が発見したあの浮遊都市、しかしアストルティアに出現するのは今回が初めてではないのです。アストルティアの歴史を紐解くと、突然空に巨大な町が出現しただとか、天空に神秘の都市ありだとか、時代や種族地域を問わず大変似通った伝説が残されていることがわかります。浮遊都市の出現は大抵その種族や文明が滅亡の危機を乗り越え平和を勝ち取った後に限られており、そのため多くの伝説では浮遊都市とは神々の使いであり、平和を勝ち取った人々を祝福するために現れたと言われています。つまりあなたがアストルティアを救ったこのタイミングで浮遊都市が現れたことは、まさに伝説とそっくり同じなのです。我々は新たな伝説に立ち会っているんです。申し訳ありません、つい興奮してしまって。さらにさらにですよ、あの浮遊都市を描いた古い絵画には不思議な生物の姿が描かれています。現在も浮遊都市に生物は存在するのか、存在するとしたら一体何者なのか、アストルティアの生物との関係は、一刻も早く調査に向かいたいのですが、新発明とびとびぴょんたくんを使っても私では届かない。そこで私が知る限り世界最高の身体能力を持つあなたにご協力いただきたいのです。お願いです、とびとびぴょんたくんで浮遊都市まで華麗にジャンプしてください。ありがとうございます。さあさあポーンとぴょーんと浮遊都市までレッツゴーですよ。ダメでしたか。私の計算ではあなたの身体能力なら浮遊都市まで届くはずだったのですが、いや、とびとびぴょんたくんがダメでもこれなら、さあ新しい発明のためにこのメモの材料を集めてきてください。
私は諦めません。我が人生最大の新発見、冬都市の謎を必ずこの手で解いてみせるぞ。どうしました？頼んだ材料を急いで集めてきてください。どう飛距離を伸ばすか。何かわからないことがあったら、愛しい妻ペコリアに聞いてください。キラキラ大風車と井戸の底にいます。冬都市に到達するためにはメモの材料が必要なんです。どうか頼みましたよ。Thank you.
がとうございます。集めていただいた材料さえあれば。やったー、大成功だー。カロリー控えめ、甘さたっぷり、疲れすっきりスパイシー、その名もパルミオまんじゅう。最近私が開発した新発明新発見サポート食品なんですよ。これさえ食べれば百人力です。何度食べても美味しさ新発見だ。来た来た来た、頭の回転が良くなってきましたよ。さあ見ててください。やったー、新発明ハイハイジャンプさん完成だ。これはあなたの分ですよ。このハイハイジャンプさんなら遥か浮遊都市までひとっ飛びです。では大空の旅へ出発しましょう。歴史に秘められた最大の謎、浮遊都市はすぐそこです。もちろん浮遊都市への最初の一歩はあなたにお譲りしますよ。その代わり命名権は私ですからね。浮遊都市にはやはり生物が存在しているようですね。あの生物、個体の大きさは人間並み。エルフ同様背に羽が生えているが、機能も形状も異なるようだぞ。やったー、新生物発見だー。革命なんですって。あの新生物、道具まで使うなんて。ぜひともシーを一匹ずつ捕まえてサンプルとして研究したい。はっ、いや、あー来てよかった。こんなエキサイティングな新発見ができるなんて、私興奮していますよ。わー、ハイハイジャンプさんが助けてください。Thank you.
の気温と湿度、オーグリード大陸北部のようですね。ん？は？あ、あれは！やったー！さっきのは夢じゃなかったんだー！ハイハイジャンプさんの装甲を一撃で砕いたコードと不可思議な色、未知の物質に間違いない。私はここで失礼します。これは世紀の新発見になりますよ。エテーネの村を旅立ったあの日から、あなたが成し遂げてきたすべてを見守ってきました。先ほどは同胞が失礼いたしました。ご安心ください。私はあなたに危害を加えるつもりはありません。我が名は導きの天使ユーライザ。あなたこそが異界滅神ジャゴヌバを討伐せし、時渡りの力を持つ者ですね。あなたのこれまでの行いは称賛に値します。まさしく英雄の名にふさわしい人物と言えるでしょう。ならばこそ私はあなたを天聖教フォーリオンへと導きましょう。今この世界は神々の守りを失った状態。あなたには世界を守ることができる偉大なる力を手に入れてほしいのです。ただし偉大なる力へ至る道には厳しい試練が待ち受けています。私は導きの天使の役目ゆえ、試練を手助けすることはできませんが、あなたならば乗り越えられるはず。長きにわたるアストルティアの歴史に、燦然と輝くきら星のごとき、世界を救いし英雄たち。その中でも、最も偉大な功績を挙げた者、英雄の中の英雄である、あなたこそが、偉大なる力を得るべきです。天聖教へおいでなさい。私たち天使のもとで試練を受け、新たなる海底へと至ってください。まずはあなたに選ばれし者の証、魂の燭台を授けましょう。その魂の燭台があれば、私の仲間の天使たちに攻撃されることはありません。天聖教で偉大なる力へと至るための試練があなたを待っています。さあ魂の燭台に祈りなさい。あなたを信じていますよ。
怪我はないな。アストルティアのものか。もしや、そなたも魂の食材を持っているのか。魂の食材を落としたのか。俺の名はラダガート。そなたの名は。うん。備えの場へ向かうぞ。ついてこい。この場所は備えの場と呼ばれているそうだ。審判の天使よ、急用だ。出てこい。みだりに大声を出さぬように。ラダガート。そちらの者、キコは一体。我が名はヘルベル。ここ白灰の試練場を司る審判の天使だ。見れば、未だ人としての生を全うしていないようだが。どうやってこの地に紛れ込んだのだ。ほら、例のあいつですよ。ユーライザの強い推薦でまだ生きているのに特例で召喚された。しかも大魔王だっていうあいつです。そうか、貴公があの子。特例とはいえ英雄は英雄。白灰の試練場へようこそ。旧姓の英雄である貴公にこれより我らからの恩寵を授けよう。四天の星巡りに挑むがよい。人知を超えた偉大なる力を手に入れることができるのは四天の星巡りを乗り越えし者のみ。この備えの場にある試みの門から出て試みの荒野を松明に沿って進めば戦士の儀礼場に着くはずだ。戦士の儀礼場の中央、試みの祭壇にて試練を乗り越えよう。さすればその魂の燭台に炎を灯し勝利の証としよう。そして貴公は未だ命あるみゆえアストルティアへの帰還が許されている。魂の燭台に祈りを捧げれば白灰の試練場とアストルティアを自在に行き来できる。魂の燭台は貴公らの命にも等しき大切なものだ。夢夢、粗末に扱うことのないように。お前たちを呼んだのはそのことだ。こいつはここに来る途中で魂の燭台をなくしたらしい。魂の食材が試練に欠かせぬというなら
こいつに新しいのをやってくれ。魂の食材をなくしただと、しかも魔族の狩猟だって言うじゃないか。そんな奴に英雄たる資格があるものか。ガートラント王国建国の祖ラダガートはともかく、あんな奴本当に英雄と呼べるのか。静かに。なるほど、つまり到着時に事故があったのだな。同胞たちの暴言許されよ。されど魂の食材は聖なる神具、なくしたからといっておいそれと代わりを授けるわけにはいかぬ。私はフォーリオンへ戻り、このことを天使長に報告してこよう。試練はラダガート一人で挑みたまえ。それでは。待てよ。そなたはまだ生きているというのは本当か。うすうす感づいているだろうが、俺はすでに死んだ身だ。ガートラントで生涯を終えた俺の前に導きの天使が現れ、魂だけをこの地へ導き、こうして仮初めの肉体を得た。死者である俺には他に行くところがない。しかしまだ生きているそなたはそうではあるまい。俺の魂の食材を貸してやる。これを使えばアストルティアへ帰れるはずだ。その魂の食材を好きに使え。俺は四天の星巡りを続けるつもりだ。もしもそなたが、もしもそなたも試練に挑むならば、魂の食材を探し出さねばならん。試みの門へ来るがいい。
南側には魂の食材はなかった。この建物の先はまだ探していない。行くぞ。ここからは雪原か。古傷が痛まんといいが、魂の食材を探さねば。行くぞ。ヘルベルという天使が言っていた戦士の儀礼場とは、下にある広場のことか？そこで待て。心配ない。魂の食材も俺も無事だ。それよりやはりここが戦士の儀礼場のようだ。崖を降りるのは危ない。その先の扉から洞窟を通って降りてこい。
Thank you.
こそこそ隠れていないで出てこい。うん？上か？俺が、すまん。今度はこちらから行かせてもらう。いざ、勝負。何じらは見事に己の強さを示した。白灰の試練場、戦士の儀礼の守護者として何じらの勝利を称えよう。みな、そなたのおかげだ。足を引っ張ってすまなかった。昔、魔祖の血族と呼ばれる厄介な連中と戦ったことがあってな。その時に負った古傷だ。
大事な時に限ってこうしていたみ、いつまでも己の愚かさを突きつけてくる。すまん、このような話退屈だったな。この場でなすべきことはすべて片付けたようだ。一旦備えの場へ戻るとしよう。うん。ヘルベルという天使は、天使たちの暮らす神都フォーリオンからまだ戻っていないらしい。魂の燭台を掲げれば、天使の都へ行ける。俺はすでに行ったことがある。そなたもやってみろ。ここが神都フォーリオンだ。相も変わらずいけすかん場所だ。ヘルベルは中にいるはずだ。行くぞ。
おや、君も天使たちに捕まったのかい、ラダガート。ああ、お前もか、ホステイル。死んだ後までこき使われるとはな。だが、引き受けた以上はやり遂げる。そうだ、こいつを紹介しておこう。白灰の試練場であった。やあ、久しぶりだね。君ならきっと英雄の一人として選ばれると思っていたよ。そなたは、現代のアストルティアに生を受けたものではなかったのか。なぜホステイルと。さあ、なぜだろうね。ご想像にお任せするよ。ね。ただものではないと感じていたが、やはり、そなたはホステイルが認めるほどの人物なのだな。偉大なる功績を成し遂げたる英雄が死を迎えし時、導きの天使が舞い降り、天聖教へと英雄を導く。ただの伝説だと思っていたけれど、実際にこの地で様々な時代の英雄と出会って、伝説は真実だと知ったのさ。どうやら無事に最初の試練を乗り越えたようだな。そりゃラダガートが一緒なんだ。後ろにくっついてりゃ簡単だろう。口を慎め、アルビデ。この者たちが試練を乗り越えたことは、審判の天使たる私が認めている。だが、この者は試練に挑む前に、魂の食材を紛失してしまう。己の力で魂の食材を見つけ出し、白灰の試練を乗り越えたようだが、これは視点の星巡りの根幹を揺るがしかねない事態。魂の食材をなくした？誠ですか、ヘルベルお姉様。講師はわきまえたまえ、ユーライザ。魂の食材紛失の件については天使長にご相談に伺ったが、ご不在だったためまだ結論が出ていない。天使長よりご判断が下るまで貴公には試練に挑まず待機しているよう指示したのだが。審判の天使に待機を命じられていたなら、そもそも試練への挑戦権がない。今回の白灰の試練場での勝利は無効では。ユーライザの強い推薦です。あの者には期待していたのですが、ちょっぴり残念ですね。待て、戦士の儀礼上の謎かけは全てこいつが解いてくれたのだ。俺は手伝っただけに過ぎない。戦士の儀礼上の守護者との戦いでも俺をかばってくれたのだ。全てこいつの功績なのだぞ。さすが英雄ラダガートは寛大だ。かような不心得者をかばうとは。少しばかり調べたのですが、我らが名手女神ルティアナ様を死に至らしめたのはこやつだったのです。ルティアナ様を死に、それは誠なのですか。そうとも、偉大なる大魔王殿は女神ルティアナ様を死なせた。幾度か世界を救ったものだとしても、我らが名手を犠牲にしたものを英雄と認められるものか。確かに今おとなしくしているのは巧妙な罠かもしれないな。ルティアナ様を死なせておいて、よくもフォーリオンにやってこれましたね。即刻追い出すべきです。妄言も大概になさい。英雄の選定は天使長様が決めたこととあなた方もよく知っているはずです。
お見苦しいところをお見せして申し訳ございません、天使長。仰せのままに。天使長の寛大な措置に感謝したまえ。それでは、白灰の試練場を乗り越えし二人に、私、審判の天使ヘルベルが祝福を与えよう。これで終わりではない。キコーラ英雄のために用意された試練場は全部で4つ存在する。その全てを乗り越えることが四天の星巡りなのだ。信徒の外に各々の試練場へ通じるゲートがある。残り3つの試練場全てに挑みたまえ。1つ試練を乗り越えるごとに、キコーラの魂はさらなる高みへと昇華する。試練を乗り越えた者には、審判の天使が魂の燭台に炎を灯す。そうして、四つの炎を勝ち得た時、キコーラは再び、天使長に相まみえ、四天の星巡りの目的、この地へと導かれた、真の意味を知ることになるだろう。その、四天の星巡りとやらは、残り三つだそうだけど、どこから始めてもいいのかい？ああ、好きにするがいい。では、私は先に行かせてもらうよ。二人とも、また会おう。未だ聖ある者を英雄として招くのは特例中の特例。ユーライザの強い推薦あってのこと。今後は一層、行いに気をつけたまえ。ユーライザの信頼を裏切るならば、私が許さぬ。よいな。これは始まりの一歩に過ぎません。続く三つの試練は一層厳しいものになるでしょう。私はあなたの導きの天使。なればこそ、あなたの行く道を、輝かしき光が照らすよう、祈っています。俺も、次の試練へ旅立つ。白灰の試練場で過ごした時間。懐かしき友と気ままに旅したあの頃を思い出した。そなたに会えたこと感謝している。すべての試練を乗り越え、また会おう。では、さらばだ。